まあそんな時代を経て、まあ、前現在に至っているんだと思うんですけど、うん、宇野さんの場合はだから大学院で発声学を、うん、でドクターを取り、うんうん、でその後どうされたんですか。その後、行くところがなくって、うん、たまたま、そうそう、今オーバードクター問題とかポストドク問題とか言ってますけど、うん、女性はもう昔からねそうでしたもんね。だから子供がいてなおかつっていうのはなくて、うん、結果的には、いわゆる今で言えばポスドクみたいな待遇で、免疫の研究室に移りました。でなんで免疫に移ったかってそれほど深い理由はないんですけど、うん、たまたま、うん、けえへんかって言って声をかけてくれたっていうのと、それでさっきの発生から免疫に移って新しい何ていうかねこう開けたとか面白かったようなあるんじゃないですか。だからその時に免疫に移る時にちょうどインターフェロンっていうのが、うん、インターフェロンとしては、私は第二世代ぐらいの比較的早い時期から、言ったら夢の新薬って騒がれかけた時期から、うん、その後地に落ちた偶像化っていうようになるほど言われた時期を経て、なかなか評価が定まらなかったんですね。そうです。でその後、例えば C 型肝炎にはかなり有効な薬であるということが、うん、明らかになってそれなりの地位が築いていかれるということになるんですけど、なるほどなるほど。そういえばそこにあるそのルイパスツール、うん、パスツール研究所に来られたのはそのそうです。たまたまパスツールを作る、はい、京都にパスツール研究所を作られた岸田先生っていうのが、はいはい、日本のインターフェロンの草分け的な存在であって、ちょうどこの研究所が作るときに、うん、私もインターフェロンをやってたから、じゃあ作られたと同時にここへ来たわけ。そうです。そうですか。だからここの研究所の、研究室の立ち上げとか、そういうのには一応それなりの貢献をしました。なるほど。だけど、パスツールのこの研究所だけの活動には終わらんと、その宇野さんは性教育とか、それからエイズの、そうですね、はい、それはね、たまたま性教育に興味持ってた、あるいはセクソロジーに興味持ってたっていう、ただ発生から免疫に移ったところで、はい、ちょっとこの仕事はちょっとお預けかなと思ってたんですけれども、だから発生の方は割にそういうことに関係があったわけね。ところがエイズの問題が持ち上がってきて、エイズとの免疫、エイズと免疫についてきちっと話できるという、それから性教育のバックグラウンドもあってエイズ教育に関われるかなというふうに、それ全部いりますね、知識が。また私が、ちょっとぐらい役割が果たせるかなっていうのあってエイズ教育に入ったんです。だから宇野さんの見てたら何でも引き受けると、だけど引き受けるのに嫌がって引き受けて嫌やなと思いながらやるんじゃないし、それをむしろ積極的に楽しい方向へ変えていくというか、なんかそういう人生のモットーを持っておられるように。多分その坂東さんと同様やっぱり矢島根性がかなという気はするし、好奇心はそれなりで、50% できるかな思ったら引き受けるっていうのは引き受けてやってみよう と結構それなりに突っ込めばその分野でそれなりの、やっぱり専門家とまでいかないかもわからないけれども、やっぱり、やる限りはそんな、ちょっと遊びとか趣味の範囲ではないと。そうね、どうせやるならもうとも新しい分野、創造的にやれるところまで切り開こうと、というようなことになって、それがねきっとね次の時代の科学と社会の関係をもっと豊かにするに違うかなって私なんか思ってるんですけどね。そうですね、そういう新しい社会と科学の関係を作っていけたらいいなと思います。今日はどうもありがとうございました。